Looks everything over here, everything looking good? Good, yeah, definitely. Thank you. 朝食を食べに来ました。I went out for breakfast.Outside, please. Yes. Should be probably about 5 minutes. Okay. All right. Thank you. レストランについてまず聞かれたのが inside or outside? Inside というのがレストランの中、室内。で、outside がレストランの外。レストランの中か外、どちらで食べたいですかという質問なんですが、inside or outside 最後に音が上がることで、あ、質問なんだなってことがわかります。以前も話したんですが、アメリカまた英語圏の接客っていうのは基本的にカフェみたいなところはもうとてもカジュアルなので、全文言うんではなく inside or outside で質問が終わります。で、とても天気のいい日だったんで outside pleaseOutside, please. これで外でお願いしますという返事になります。で、for two というのが a table for two。 2人、日本語だと、2名様ですかっていうことなんですが、 for two a table が省略されて for two。 ここでも疑問文で音が最後に上がります。 for twoで、Yes, please. で、人気のレストランだったんで、少し待たなければいけなかったんですが、お店の人が、It should be probably about 5 minutes or less. 5 minutes or less というのは5分かそれより短いか。で、It should be の it っていうのは、待ちが should。何々のはずですというこの場合がいいんです。It should be probably about、probably で多分で about が約なんですが、 It should be probably about 5 or less。 これで待ちは約5分、5分以内ですってことで、約5分間待ちました。Thanks. Yeah. Thank you. And then you guys decided maybe. Oh, thank you. No, we're ready. Yeah. 注文するときにウェイターさんが You all decided? You all decided? 二人とも all 皆さんっていうことなんですが、私たちの場合は私と夫だったんで、2人とももう決まりましたかってことで You all decided? Or maybe one more minute? One more minute でもう1分ってことなんですが、厳密に1分ってことじゃなくて、この場合はもう少し時間欲しいですか Or maybe one more minute? ここでももう質問がいろんなところで省略されてるんですが、One more minute. で、私も夫も注文の準備、もう注文したいものは決まってたんで、No, we are ready. No, we are ready. で、注文をします。I'll have the Belgian waffle breakfast、mm-hmm. with、scrambled eggs and bacon sausage. Bacon, please. Thank you. Thanks. I'll have the same, but I'll have it、over easy.And two sausage. 私と夫は Belgian Waffle Breakfast を注文することに決めました。Belgian Waffle Breakfast というのはワッフルプラス卵がついてきます。メニューに2 eggs any style。 Any style というのがどんな種類でもってことで、目玉焼きでもいいし、スクランブルエッグでもいいし、どんなスタイルでもいいので、卵が2つ。プラス、bacon or sausage。bacon or sausage。日本語では、ベーコン
というんですが、英語ではベーコン。で、ソーセージ、日本語のソーセージは英語ではソーセージです。注文するときに名前を言って、具体的に卵のどんなスタイルがいいのか、またベーコンかソーセージどちらがいいのかを伝えます。注文するときよく使われるフレーズが I'll have 何々、または Can I have でも OK です。 This is scrambled and that is over easy. Wait, is, what, is it called again? Over easy?、Mm-hmm. Yeah. Ooh, nice and runny. Yum.英語でも卵料理の種類、スタイルはたくさんあります。私が注文したスクランブルエッグの他にも、夫が注文したオーバーイージー、これはあのいわゆる目玉焼きなんですが、黄身がとろっとしているものですよね。で、この黄身をもうちょっとあの半熟に近いあの目玉焼きにしたい場合は、over easy の easy を medium に変えます。さらにはもう黄身が硬い、しっかり焼かれているのが over hard、over hard です。で、目玉焼きって sunny side up っていうんじゃないのってあの疑問に思っている人がいると思うんですが、sunny side up と over easy、over medium の違いは、あのSunny side up は卵を焼いてるときにあのフリップしません、ひっくり返しません。で、 over easy や over medium、 over hard というのはフリップして、そのときにその、 あの easy だともフリップした、ひっくり返した瞬間に卵を取り上げる。で、そういう違いがあるんですが、 sunny side up といった場合は黄身がとてもしっかり焼かれてあります。で、もしあの半熟がいいっていう場合は over medium、 またはあの私の夫のようにもトロトロしたのがいいっていう場合は over easy です。他にもあのいろんな種類がまだまだあるんですが、例えば poached、ゆで卵っていうのは hard boiled egg とかSoft boiled egg、 これもまた黄身の硬さ、黄身 の、 あの焼き加減、ゆで加減によって名前が hard だったり soft っていう風に変わるんですが、 hard の場合はもうしっかり黄身があのゆで上がったもので、 soft だと柔らかいあの半熟卵になります。で、 poached というのはゆで卵は殻がついたまま茹でる卵ですよね。 poached は、殻を外して、殻を割って殻なしで茹で上げる、その、卵料理のことです。また、日本でもあるオムレツ、英語ではオムレット、オムレットと呼びます。皆さんはどんな卵料理が好きですか？How do you like your eggs? How do you like your eggs? ぜひ、下のコメント欄で教えてください。最後に、私があの夫の卵を見て、Wow, nice and runny! と言うんですが、この runny っていうのは、もう、ビデオを見てわかるように、とろーっとした、この、その感じ、その状態のことです。runny。run という、走るという意味の言葉から、Runny、 こう流れ出ていくような状態という意味に変わります。で、あの話が少しだいぶそれるんですが、春になってこちらカリフォルニアでももう花粉症の人が周りに、私の周りにたくさん現れ出してきました。で、みんなもう鼻をかんだり、もう目をかゆそうにしてるんですが、皆さんはどうですか？花粉症の人っていうのは目がかゆかったり鼻水がもう垂れてきたりですよね。その鼻水が垂れる、これをRunny Runny と
表現します。卵の話をしておきながら、あの鼻水と関連させてしまって食欲がなくなってしまうかもしれないんですが、 I have runny nose. Runny nose で鼻水がもう止まらないとか、 または My nose is so runny. 花粉症でそういう人たくさんいると思うんですが、頑張ってください。いかがでしたか？朝食に欠かせない卵料理、今回のビデオが参考になればいいなと思います。 Thank you for watching. See you next time. Bye.